今さら聞けないお酒の3ジャンル。今回はお酒の3つの分類についてお話ししていきます。お酒大きく分けると3つの分野に分けられます。まずは醸造酒です。ビールや日本酒、ワインなどを指しますが、こちら米だったりとかブドウのような穀物もしくは果実を発酵させて作るお酒ですね。そして蒸留酒、これはウイスキー、テキーラ、ジン、ウォッカなどなどを指します。簡単に言うと醸造酒をアルコールを高める蒸留という工程を経て作るものでございます。そして混成酒ですね。混成酒は醸造酒だったりとか蒸留酒に果物の風味、糖類を付け加えたものを指します。ピーチリキュールだったりとかカシスリキュールだったりとかカンパリーのようなハーブリキュールを指します。この3つ覚えておくとお酒をよりよく知れると思います。